さん、バックストレートに出てきた23名の選手、この後男子の 5000m 決勝に出場する選手です。エントリーランキング1番4月カバーにしての三宅俊、腰ナンバーカード5番、新日の 1500m のチャンピオン。そしてランキング2番は腰ナンバーカード9番、武井幸郎、小豆島中央。ランキング3番は腰ナンバーカード6番、須田勝、今治北。そして腰ナンバーカード3番の山本誠也、高知農業は初日の 1500m 第2位。22番、千森弘春、松山商業は初日の 1500m 第3位です。時間前12時のグラウンドコンディション、レースコンディション、晴れ 31.1 度、湿度 30%、 北北西の風 1.9 メートルです。非常に高温下の中で行われるレースです。小山海斗、宇和島東駅伝、谷口海斗、高知農業コーチ、古流翼、徳島科学技術徳島、三木優斗、小豆島中央、香川、上田海生、松山商業、愛媛、田中宗志、高知農業コーチ、伊藤博也、桜田智也、丸亀香川野田春樹、松山商業愛媛下地広春、鶴木徳島高木明人、以上23名で決勝のスタートです。
ゲームしていたファン、気になったのか、5000メートル決勝。次の日でも山場でした。5番目
14分28秒です。池江大会記録を上回るレースペースで進んでいます。Yeah.
ック全員よく5名まず1人5名グループに入ったので松山翔平、そして大木は中に来たのに9カメラさらに今の人は2人取る高市に1区高知高校関係の皆さん高知高校4年生4年生は11分41本当に三宅俊はあと2周そしてジャンプリンクが少し取りましたのが高知工業の高橋美月そして松山工業清水博士です。エンジニアの2社の今から来た2人ホームストレート青いユニフォームは三宅俊初日の 1500m の優勝者13分20秒このあとラストホールのペースです大会記録は14分34秒91そして2位グループは5名Thank you.